娘のような姉妹だったのが牧師になって親よりももっと強い牧会をやってるのを見たら本当に感極まるところがありますね。そして神様が生きて働く神じゃないと決してこういう作品が出てこないと。神の働きが 生き,ておる生きておられる神の働きはもう目に見えるのが彼女なんですよ。ハレルうん。じゃあ今日の見事はまずみんな読みます。エレミア書23章の1節から4節まで。よろしいですかどうぞ。わざわいだ 私の牧場の羊の群れを滅ぼし散らす牧者たちはと主は言われるそれゆえイスラエルの神主は私の民を牧する牧者たちについてこう言われるあなたたちは私の羊の群れを散らし追い払うばかりでなくばかりで帰り身のことをしなかった私はあなたたちの悪い行いを罰すると主は言われるこの私が 群れの残った羊を追いやったあらゆる国々から集め元の牧場に帰らせる群れは子を産み数を増やす彼らを牧する牧師を牧者を私は立てる群れはもはや恐れることも怯えることもなくまた迷い出ることもないと主は言われるアメン祈りましょう万軍の主なる神様 あなたの皆を信仰によって称えます本当にあなたによってあなたに立ち返る道があたなしに私たちの目の前に開かれ私たちがまだあなたを裏切り背いたままに滅びの子として生きてるそれで地獄の日の中で永遠に焼き払われるべき興味深い 汚れた存在であるその時に私たちのために巫女イエスを使わされ通知化の死に至るまでのあらゆる痛み苦しみを喜びの中で土壌味の中で歩まされた神よ今その皆イエスの皆によってあなたに立ち向かおうとしている一人一人が父に生きて働く神の存在とその働きに気がつき そして神のかすかな御声までも聞き分けながらあなたとの正しくて深い交わりができるものとなりますよ助けてござりイエスの皆が我々に与えられたことがいかに大きくてそして価値あるものであるか人間として生まれたすべての存在においてイエスの皆がどういった価値であるか存在であるか発見と諭してござい 信仰生活が日々くくく強く正ししなりますよ祝福私はあり今日この時間特に EMC 進学の2014年での後期新入生入学式を迎えまして我々が全て聞いては信仰によって受け止めるべきそして必ず勝利に至る「ラセル真理」の言葉をしもべの口を通して分かりやすく語ってください。 主イエスの皆でお祈り申し上げますアーメンハレルヤさあまず隣の人に挨拶をこうかわします今日は今ここに来れて来られたことを、うん、今ここに来られたことがめでたいことです喜び祝うべきことです 私の人生にもあなたの人生にも一番素晴らしいことです。信じればアーメンとおきでさまに。この間私がね先週昨,日昨日帰りました孫ンンェル選挙誌にホテルを案内したその瞬間にこう言いましたよ。 このホテルが日本で一番素晴らしいホテルですと。そしたら、なんか変な目で私を見てみました。<え>日本で一番素晴らしいホテルに自分を案内してくれるなんて思ってなかったでしょでも私は二度言いましたよ。その意味がわからないような顔してましたから、このホテルが日本で一番素晴らしいホテルですよと。それでも意味が分からなかったからせ説明までしてあげたの。 親切にも主が導いてあなたのために備えたホテルだから一番素晴らしいホテルだということそれでもいいんです今この場が一番皆さんの人生において素晴らしい場所でありまだそういう瞬間であることを認めて信じる日だけイエス様に アーメン今日は8名の新学生が新入生が新学校の新入生が、えー、できますね8名が神のしもべとして呼ばれて神のしもべとしての準備をさせてもらうために新学校に入学する日です一、えー、人の人がイエスを信じて救われることも 天下宇宙万物よりも価値あることでありますが一人の信者が神のしもべとして選ばれたことはさらにそれよりも計算ができないほど素晴らしいことでありますよ世にある国々の王様として建てられることよりも神の御国の神の宮殿の見張りをさせてもらうための 一番小さなしもべの一人として選ばれてもそれが世にある宮殿に住んでいる人々よりももっともっと素晴らしい身分そのものが次元の違う世界での意味もあり価値があり祝福であることを信じる必要がありますよ。そういった意味で EMC 進学校で高期生秋の後期生の発名の新入生ができたということは 日本人においてもすごい一番喜びの知らせたり一番祝福された人々でありますアレルヤ、えー、今日のメッセージも、まあ、入学式のメッセージは、えー、本当はもう決まっているはずなんですねなぜかというと皆が歩むべき道だしそしてこの真理の道はいろいろあるわけじゃない。 まととめるとみんんなな本の一筋の道しかないんですよこのまとめると一つの道一本の道しかないこの道からはみ出したら困りますよみんなこの道に従って歩むべきだからハレルヤ、えー、しかし今日特に神様が与えられた言葉を伝えますからよく聞いて皆さんが勝利者にもちろん下辺だけが歩むべき道を 信者の一人一人もそうであるべき。うん。しもべはただ仕事が与えられただけで、歩む道そのものはみんな一緒ですよ。しもべが歩むその道を、信者も歩むべきですから。イエス様が歩まれた道を、弟子たちも歩み、世にいる羊の群れも歩むべきなんですよ。アーメンですかですから入学式の礼拝だから、私は今日は行かないと、礼拝に。 こういう人がいまだにいては困りますよ。留学式の礼拝、卒業式の礼拝関係ないの。水曜礼拝、みんな一緒ですよ。雨ですかええー。じゃあ、この間来ました、その孫淑漆町路にあ、選挙誌について少し証しがありますが、この方は過去10年間、中国選挙に使わされて、中国の三党首相、あります 江東省の陳太島というところで数年間やっていましたから中国政府から夫婦が追い出されたんです去年去年追い出されてまた派遣されたところが台湾です台湾,、えー、台湾で選挙をまた継続するようになったんですよしかし 子供何これ息子と娘二人の子供がいました二29歳の息子がこの間天に召されましたよある企業でもう見込まれてる青年でして健康で知恵があって本当に穏やかな子で皆にも 愛されてるそういう見込みのある青年でしたが急に天に召されてしまったのですからこの家族が特にこの夫婦がかっかりしかしいろんな神の人たちの、えー、予言とか、えー、を通してこの夫婦に語られた神のメッセージの内容をまとめると 健康だったはずの息子を神様が天に親よりも一歩先に召されたのには理由があると。この2人の夫婦が息子を失って泣いていた時に悲しんでいた時に神様はあなた方夫婦は1人の息子を失ってこれだけ悲しんでいるのか私は神よ イエス・ェンスは全世界から毎日のように数奇なほど多くの人々が滅びかけ遅刻に投げ込まれつつあるそういう姿を見て毎日悲しんでる一人を失ってあなたは,方があなたとは悲しんでるけど私は多くの人々のために毎日悲しんでると 今、息子を失って初めて感じる。息子への切ない思いや悲しみなどを胸に抱いて、神様は全世界で滅んでいく人々のために、毎日それ以上の痛み、苦しみ、悲しみを感じていると、二人は忘れないで、これから、 そういう心を、神のような心を抱いて、滅んでいく人々のために取り成して祈って、救い出して、また息子に向かうような、そういう切なる思いで、神の羊の群れを養って、必ず救われて天に行くようにすべきだと。それをこの夫婦の選挙師の夫婦に教育させて教えて、 選挙師夫婦を神の心が分かる。叫びながら遅刻に向かう人々のために悲しみながら泣きながら親の心でそういう霊魂の叫びを聞きまだそういう霊魂を胸に抱いて祈って救い出す。神の心を抱いたそういう選挙師に教育させ。それで本当に神様の心にふさわしい。 もべを作り上げるために子供を親よりも先に天に連れていったということな。ハレルヤ。なぜかというと、人をけあコリンと一のため四4の15節にもありますに、ね、人パウロの口を通して神様がこう語っています。世には 神のしもべと呼ばれている人々がたくさんいますが、みんな、教師のように、神の言葉を伝えたり、教えたりはしている。でも、親のように、人々の霊魂を胸に抱いて、親のように育てていく。そういう心を抱いているしもべたちは少ない。 その割合がどれぐらいであるか教師が1万人いるとしましても親は1人もいないくらいだとい。首都パウルがまだこう言ってますよ私はシューイエス・ケリソノ・ミナトその福音によってあなた方を産んでると産もうとしてる産むという言葉は親が子に対して使う言葉 親が子に出して。しもべたちが死んだたちに向かう心に、今日してその心、そんなのは役に立たない。しもべが死んだに向かうしもべの心構えは、親の心であってほしい。うちの婿とナヤンが結婚したときに、お前らは子供なんか産む。 もうと考えていけないと神の仕事は忙しいから子供なんかいらないと子供を産んだり育てたりするしかないから人でも多くの人を救って天に連れていくこの使命が重大なんだからと2人をサムにと私は脅かすかのように2人に言ったことありますねしかし子供ができたとある日突然報告を入ってきたのそれでまずまず起こったの 何をしぼめるくせに霊魂を救って天に連れて行こう。それに無痛になって集中すべきなのに子供なんか産んでるとこじゃないだろうと正直に言って馬鹿らしいやつらだと思ったの一瞬しかしここで神様に向かって祈る時に神のこの耳じゃない心の耳に聞こえてくる精霊の声があったんですよ。 子供に命を授け、お腹にその体に子供を宿したのは立子の親なのか、あるいは神である私なのかという。え一瞬びっくりしましたよえ。そうだな。神様が授けた命じゃないと体に、体に宿ることはできないんだ。神が考えて授けたのに命を。 子供を持たせたのに、それに対して文句あるのかし、私が文句を言ったのは、2人に対する文句やうて、子供を雇った神に対する、これは反発なのびっくりしまして、分かりました、悔いあめます。悔いあためたことありますよ、実際に。後から考えても、今、正義がいるのといないのと考えてみれば、やっぱり正義がいた方が良かった。 孫ができておじいさんになりましたけどもおじいさんになるおじいさんと呼ばれる悲しみよりも性非によって喜びが増すはずなんですね。しかしそれは個人的なニックの思いであって神が2人のしもべの夫婦にも子を授けた理由が一番根本的な大事な理由は何かというと。 聖火を通して親の心を持てるように。で、しもべ、ただ一生懸命やればいいと思うんだ。で、親の心を抱いて、羊の群れに接するべきだと。こう育てて見てないしもべたちが、信者たちに親の心を抱いて接することはできるもんかと。ごめんなさいね。結婚してないあなたは、 2倍の3倍の能力があるからでありますからでもこの子供を授けられた者どもは子供を授けないとそういう力が出ないからだよですから結婚してないあなたを責めてるんじゃなくてあなたは子供がなくてもそれが分かる人だよハレルヤアメン子供がなくても親心ら分かる人にはもう神様を子供を授けるのが余計なお世話なのでもこの金伝デンとナヤン・デンは 子供を授けないとこの人たちが親の心が分かって信者に接することはできないだ。その弱さを補って、もっとまともな神のしもべとして作り直すために神様が子供を授けたと、それが子供を授けた一番大きな重要な意味だと主が教えておいたから、私は悔い改ためたんですよ。 ただ仕事ばっかり一生懸命頑張れば一万人の教師のように頑張ればいいと思う。いいいというものがしもべの務めじゃない親の心を抱いて語るより心を持って接するのがもっと大事だとこうすべきだよいやそれはダメですよといちいちうるさくて抱いて教えるより温かい心で自分の息子を娘を眺める心で 必要な群れに接しそれを養う牧師たちのしもべたちの心が一万人の教師の口から出る教えよりもっと勝ったものであること悟った日だけ神はそれを願っておられると悟った日だけイエス様にアーメンとアレルヤ自分の子供であればうるさく 教えたり、叱ったり、あるいは鞭を打ったりはするんだけども、諦めることはできないの。もう、お前は地獄いてもいいと。諦めて、忘れることはできないの。絶対に。自分の子であれば。でも、自分の子じゃないと。教師の立場となると、これだけ散々教えたから、それを聞かなかったら、もう死んでも。もう諦めるしかない。もう死んでも知らないし、滅びても知らない。諦めるの。それで忘れるの。 でも子供はいくら言うこと聞かなくても忘れることはできないの忘れることは。ですから教科離れて時間がだいぶ経ってる人でもポキシは祈ってるの。たまに電話するの。なんで忘れることはできないから。ただ教師と信者の関係だったらもう,もういいこの人はと手を引くはずですが6年間離れてても忘れないの。 嫌だと思われるに決まってるのに電話するの。なんで戻ったら、娘なすばらしい娘になるから。ハレルヤ。親子の関係にならないと決して、うん、離れていく人たを、人の群れを心に留めたことはできないの。もう取り除きたくなるの。ああ、この人のことはもう思い出すだけでもうんざりだ。もう嫌だ。いくらそういう人であってもよ、相手が。 忘れることだけ、諦めることだけないのは、親と子の関係である場合にのみ、可能でありますよ。ですから、神様が、しもべを立てることは、人間の霊魂を取る漁師にするためでありますよ。ねアメンなんでしもべを立てるんですか滅び、滅んでいく人々の霊魂を救う、神代わりの役目を果たしてもらうためにしもべを立てるんだけども、 しもべどもが、見事ばばっかり偉そうに伝えて教えてこうすべきだよと、いくら言っても分かんないのと、こんな高飛車になってもらうためじゃなくて、親の心を抱いて、最後まで諦めないで、最後まで望みをかけて、最後まで愛し続けて、人でも多くの人を絶対にこっちからは諦めることがないように、最善を尽くして救い出してほしいと思うため。 思ってるから、下辺を立てては、下辺の中に力を与える前に、七字の群れ、霊魂に対する親の心を抱いてほしいと。こういう神の心が分かって、その神の心を通りに生きると、いや、その通りにちとめを果たしていくと、必ず用いられる尊き器となるんですよ。誰が、下辺と呼ばれた皆さんがですよ。アメ 力があるから必を任せない力は神から来るんですからよ力より大事なのは神の心を抱いていて誰の子供でも温かく愛を持って親切に預かってくれるそういう牧,師牧者に子供を預ける子供預けたらなんで金持ってこないの君の親は金くれないの そんな金ばっかり考えてる牧師そういう教師のところへ子供を預けたくなる人いないでしょ。金持っていかなくてもいい。本当にこの人が良くなってほしいと思って子供を育てようとするそういう人々のところへ子供を預けたくなるの。人間の親でもこうなのに神様はなおさらではありませんか一番大事なのは 皆さんと私が神の心を抱いて人々を接するべきです。孫選挙師の子供が生まれた時に神からの啓示があったそうですよ。この子をあなたよりも大きな器として用いると。え この子をあなたよりも大きな器として用いるという刑事を受けて生まれた子供が親よりも先にこの世を去っていたんですよ。ですから最初は神様は約束を破ったんじゃないんですかと祈ったそうですね。私よりも大きな器として用いるという約束の中で刑事されて授かった子供をなんで私より先に連れていかれるんですかと。 私がそれが理解できなかったってそれで私が解釈してあげたのその子供が去っていくことによって親の信仰を神の心にふさわしいものに作り直すきっかけを与えて子供が去っていったから親よりも大きく用いられたんじゃないのと言ったらム文人が「ああ面と言いましたよああ分かった。 ヨブの信仰を作り直すために、ヨブの信仰に問題があったときに、ヨブのしもべ、ヨブの財産、ヨブの健康、ヨブの子供たちを命まで全部連れてたの、神様が。それでヨブ一人の信仰をまともな信仰にしましたよ。ハレルヤ。皆さんの信仰をまともにするために、皆さんの周りにいる家族、あるいは皆さんの周りにある所有物など、 いくらでも神様は触ることができ、もう奪い上げることも取り上げることもできるんですよ。なぜそういう全てを取り上げて、でも皆さんと私の信仰がまともになるんだったら、今失うものより、後に永遠に得る結果がもっともっと比べていけないと素晴らしいからです信じますか孫選教師の 最愛の息子を連れて行かれることによって、孫挙吉夫婦の信仰が神の心にふさわしいものとして作り直されることによって、その2人がこれから、多くの人々の心に抱いて祈り、心に抱いて自分の子供のように救うために頑張る、そういう信仰ができるようになる そうすれば、その息子が一歩先に離れていく悲しみがあるんだけども、その悲しみがこれだけ大きなものであるとしましても、その結果、親に、親の信仰がまともになれば、その親のまともになった信仰によって、一人の息子がいて、多くの人々を救うことができるからです。ハレルヤ、そういう目的のためならば、神様は、 最愛の家族の一人でも、二人でも、財産のすべてでも、神様は一瞬取り上げてよ、私たちを作りなす作業を悲しまないの。逆に喜ぶんですよ。こういう法則に皆さんも気がつく必要がありますよ。アーメンですかハレルヤ、うん。さあ、子供が、うん、去っていきながら、 ってきながらただ一発で神様にただ一回用いられたのに親を変えるためにそれが子供が一生この世に生き残って一生子供が神に尽くそうどんな仕事よりも去っていきながら一発で親の信仰を神,のしもまともの神に認められるまともなしもべに作り直す。 この仕事がもっと大きいと言ってぞりますかハレルヤ。これがどれぐらい大事だのかを知るべきですよ。ひ人のしもべと呼ばれた人が、本当にこのしもべの道が、ちょっと目が仕事が、生計を立てるための仕事でもなく、世にいる人の命を救うことでありますから、世にいる人々の命を救うのに、 心はいかないで口ばっかり昨日ここでき昨日おととい日曜日に、うん、隣人の,ししのし愛し合いましょう孫選挙しか愛し合いましょう神の言葉で呼びかけたの隣の人の手を握って顔を見ながら愛し合いましょうと,と挨拶を交わしてみろと言われたこの説教聞いた人が昨日神社に現れて。 どこの馬の骨かもわからない。おじそくるもったんけっぺったいんじともるの。どこの馬の骨かもわからない人間の手を握って、愛し合いましょう。こんな言葉にあみができないって。昨日、ホームレスの人が私に文句言ったの。どこの、いや、隣に座ってる同じ日本人どうして。 隣同士の人間の手を握って愛し合いましょう。挨拶一言を交わすのにも、こんなに心が閉ざされている人間どもが人を愛し、それも親のように愛し、家族のように愛し、子供のように愛し、その人が本当に救われてほしいと思って、転道してイエス様を伝えるなんてことは、昨日の人の話聞いたら、これはもうどうしても日本人に無理な話だ、無理な話。そのままの性格では、 牽制し合うだけなの牽制し合うだけだから牧師が隣と挨拶していても口は開く愛してますあなた愛してます口だけ前方に向かってでもこの顔を向けないのなんでどこの馬の骨か分からないやつのこの顔なんか見たくないそれを見ているより牧師の顔を見た方がいいと思って こんなにすぐ隣人にも心が開かない人々はどうしてしもべになれるのどうして日本人を愛して取りして祈りができるのそんな気持ちで祈る祈りが天に届くと思いますか届くところか、宙を打つ、いや、ただのシンバルのようなうるさい声にすぎない。悟りますように、イエスの皆で祝福出します。主イエスは悪魔の子、滅びの子、地獄の日の中で家に焼き払われて、 投げするべき人間どもの臭い汚い霊魂を救うために主イエスは神である主イエスは十字架の上であらゆる不足あらゆる苦しみを全部人に受けてそれも喜んで痛み苦しみのあまりに耐えられない痛み苦しみのあまりに本当に のがああいたとか、酒ぶはずのところで、イエス様はその酒び声を飲んでしまったの。なんで、イエス様が酒び声を口にしたら、それを見ている人々や、マリアがのかか、心がもっと晴れてして、痛くなること、をイエス様は恐れて、イエス様は痛み、苦しみを耐える。酒び声すらも,もう飲んでしまったそうですよ。晴れるやん。 そのように愛してくだったイエス様が愛してくださってその身内によって救われた人間どもがその方の教会に来て育っていながら隣人を手に握って挨拶してって言うやってもどこの馬の骨かわからないこいつのなんで私が顔を向けるの口だけ手も握らない口だけ愛し合いましょう礼拝終わったからなんでそんなことを教えるのこう皆さん 皆さんと私の心がそう立ったということ、ね、その他の人を責めることはね、神から見れば、一日7かけ70回、罪を犯しても、悔やいてめれば許す、こんな言葉が私たちの中に実際生きて働れているのかと、はあ、こ,のこの人だけは、うちの教会から静かに去ってほしいと、そう思ったことはない人は、あなたはイエス様のような人だよ。 でも大体そういういい心を抱いたりするの自分はそれ以上悪かったくせによあんたはこの教会買わなくてもいいあんたは、うん、そのあなたが自分の子供だったら自分の家族だったらあなたを救われなくてもあなたはこの教会来なくてもいいと言えるのかと言えるのかですから神様を求めているのは1万人の教師なんかいらない8名の新学生なんかいらない 一人の親のような神の心を抱いて、人の霊魂を本当に哀れ意味を持って、マケドニア人が叫んでいれば、そこにすべてをさておいてそこに駆けつける人、日本人が叫んでいれば、そこにすべてをさておいて駆けつけられる人、そしておしまじイエスの皆と愛を持って施せる人、こういうしもべが一人でもいいから出てきてほしいと。そういう人と共に神は働きますよ。 そういう人に人の霊魂を預けることは安心して任せることができますよ。雇われ人のように雇われ人のようにどうすれば信者が増えてどうすれば牧師の収入が増えるのか夢の中でもこういうことを考える人に夢の中で,でもこういうことばかり考える人がいるとそういうしもべに自分の子供を神様が預けることはできはしません。ハレルヤ。 八、うん、名がチェンギやこの場に座っているすべての人々が神の心を抱いてあなたはこの教会来なくてもいたくてあなたじゃないといけないあなたが来ないといけないなぜあなたが私の家族だからよ自分の指なら一本もなくなってないない一本もただ一本も,のも人は指どころか体ごと地獄に投げ込まれていいと思ってそれで自分が我々が神の人だと言えるのか 神の人だと思ってることは、これは勘違いなの。本人が神の人だと思ってるわけで、神様はそれを認めませんからよ。しもべになる人々を今日から心に留めてくださいよ。新学生の皆さん、もう八名の名前だけでも十分なの。滋賀を原強しこのしがたけは、神の啓示を受けて、あの新宿からここに移ってきたの。 それから原剛、この人はね、12年、3年、12年、教会通って今までただ一回も礼拝を休んだことない人なの。原剛は本牧師の証しを聞くこと、これはとんでもないやつだね。いくら言っても言うこと聞かないし。それでも、ただ一回も教会休んだことない。この子牧師は滑ることはできないの。言うこと聞かなくても、生まれ変わらなくても、 つ作り続けていても捨てることだけ捨てることはできない胸に抱いて今まで来たの原剛これがとうとうしもべと呼ばれて進学に入る次第になってしまったんですハレルヤ原剛が進学に入るなんて誰も思ってなかったのでも主イエスは彼をちゃんと見届けておられ今日今日この瞬間にしもべとして立てるためにハレルヤもう俺が 神戸の宣教師だったらどうだったんでしょう母強しよう、も、えー、お前はうちの教会に来なくてもいいと思ったかもしれません。意味が分かりました、意味があ,あなたがあなたはうちの教会に来なくてもいいと私は私も夢の中である人に対して思ったことないの、今まで。私は夢の中でも神様に認められるヒップホのために祈ってきましたからよ。夢の中でも皆さんがこの教会からなくなってほしいと思ったことはない。 アメンマトノブヒコキンビンナピンナという名前は光輝けという意味光輝けイエスにある命の光栄光の光を持ってさらに暗闇の中に光輝いてイエス様のようになるという意味ですよそういう名前がキンビンナですキンビンナアメンはどこ行ったのアメンは家帰った 知らない課長さんこの人はイエス様の話聞くその日にパプテスも受けた人だね。この人は何にも知らんうちにパプテスを受けて、何にも知らんうちにイエス様を受け入れて、この人は何にも知らんくせに進学校に入った人なの。すごいね。天の御国は知識じゃないの知識だ。ただ、認めて信頼して、ついていけば、信仰によって救われ、信仰によって入る国が天の御国なんですから、彼はもう何にも知らんうちにまず進学校に入る。 信仰によって進学に今日入りましたよ皆さん佐々木梓佐佐々木梓東京来るや、ね、い,いな来てもう1か月ちょっとだって家様受け入れて半年も経ってのに進学に入るこの人もすごい女だな佐々木梓さもう 佐々木この人がのボイプレンドは後ろに座っている、えーえー、クマ3匹くんだけどクマ3匹この男に合わせてくるのも大変だよ疲れる人生だしかしこの男によってイエス様に導かれたんだよこれより大きな愛はないのイエス様に自分の人生を導く導いてもらうより大きな愛はないのアーメンできます そう一緒の間イ、イエス様に使えるように、三クマ匹に使えて。一緒の間、イエス様に愛されるかのように、三クマ匹に愛される人になりますように。そのように、世の人々を愛するしもとなりますように。アメン、鈴木たけし。鈴木たけし。この人は佐藤幸一の友達だね。 佐藤浩市の友達が今今日二人進学に入るの松本、えー、広一とね松本浩一和とこの鈴木武は佐藤浩一の知り合いでしょ親友でしょ、うん、この二人が今日進学に入るの、うん、今まで隠れていた宝石を神様はどんどん日本人から掘り出すの今日こう見たら韓国人は一人しかないね 8名のうち1人しかないな7名が日本人なの EMC 進学校は一応の間にか韓国人はもう一部になってしまい全部日本人になってしまったの <laughs> 去年からよすごい現象が起きたの日本選挙神が EMC 進学校として日本日本選挙今までできなかった日本選挙を遂げるもう計画を目に見えるような形で今実行しておられるのが見えるんでしょアーメンですか じゃええ、皆さん最後ではありませんよ。神のしもべと呼ばれた人々はこの世の中を生きながら人間として生まれて自分の肉の思いに縛られて悪魔に騙されて地獄の火の中に投げ込まれる運命になっている人々の霊魂が叫んでる。その叫び声を聞いて それが自分の家族だと思って、自分の親だと思って、子供だと思って、兄弟だと思って、近づいて、聞いて、聞いて、聞かぬふりができないような心で、人々の霊魂のためにまず祈り、十分祈り、最後の最後まで、どんな罪を犯しても許して、どんな悪いことをしても、教会から離れてほしいと思わないで、どんな悪いことをしても、 救われて、自分の子供だからもうやめれないという思いで、信者たちの霊魂を胸に耐えていく人にまでなるべき。それが、しもべと呼ばれている人々が、これから神のしもべになる、出血で出血。死血。あめん。そして、しもべと呼ばれていない一般信者の皆さんも、神様に、イエスによって、神の家族に結ばれた人々、まだ世の人々が、 必ず救わってほしいと、それを自分の家族だと思って祈る人、そして、転倒して救う人、がどんなことをする人よりも神様に一番愛される人ならまず、誰かは自分がよ、一番愛される人になる、秘訣であるとさりますように、イエスの皆で祝福たします。アメン。じゃあ、だとすれば、人の霊魂を救うために、人の 魚を取る漁師を食て人の霊魂を取るそれで救って神の国へ連れていく漁師のような神の下人を選ばれたならば一番大事なのは何かというと今言った神の心を抱いて世の人々を眺めることアーミンです人々の霊魂を胸に抱いて自分の子供のように絶対これは地獄生かしたためだと、うん、皆さん 今うち一生懸命通っている河村重幸さんがこの人をイエス様信じて救われるような人間じゃなかったの。地下が強くて何かの組織で幹部やっていてイエス様信じろと言えばもうすぐ送られるようなそういう人でしたよ。この人を救ったのはこの人が死にそうになった時にこのまま生かせないと絶対にこのまま生かしたら地獄だから。 にこの人をこのの人まま生かせないといとう、本当にそういう親奥さんとして家族として諦められない強い心と熱い心と愛によって奥さんが祈った結果だよ。ハレルヤそれが他人になればそういう心が薄まっちゃなりませんよ。 どんな人であろうとも人間であるならば自分の夫じゃなくても子供じゃなくても全ての人々に特この馬の骨なんかだとこんなこと言わないで全部家族だと思って胸に大抵て祈って救って最後まで諦めないことこれがあなたのが神のべである比格でありこれが皆さんと私が神の子供である一番大きな条件でありますよ信じますかそれから あと、一つだけ最後に言いますが、もう全部説教しなくてもいい。あとは全部他の礼拝で、あるいは勉強会で全部皆さん習っているところ。今日強調したいのは、今は今日読んだエレミアン23の1から4のように、神の羊の群れを散らす一割の牧者と神の羊の群れを正しく養う良い牧者、まことの 意味での牧者を神様がちゃんと分ける時代分ける。偽り者と本物の牧師を分ける時代ですよ。そしてこれがもう目で確認ができるような時代に今なってきてますよ。これから世にある偽りの教会は衰退していきます。神が目、手を離します。でも葉っぱは茂っているからこれも教会だと霊的ない人々は思います。でも神様はもう手を離していきます。 代わりに本物の教会、本物牧師たちを主がこれから立てていきます。なぜ最後の、この世に向かわれた神の最後の計画をもう弔辞しないといけない終わりの終わりに今近づいてきています。きてますから今。h a l l 皆さんが霊的に目を覚まして霊的に悟りを得ると今、聖書に戻して、聖霊の御声に戻って,いて判断すると今、滅んでいく教会と浮かび上がる教会が 今見えてくる。そういう時代を今迎えてますよ。そういう時代を迎えてます。信じますかさあ、ここで、進学生の皆さんも、信者一人一人の皆さんも、進学生たちは下部でなって正しく教えて救うために霊魂それで信者の皆さんは、どんな話にもアー、アメンアメンじゃなくて、真理を語る神の声だけに、ーメンができる。 霊的に、見分ける知恵と地域と力をちゃんと持って、悪魔のさやきにまで、アーメンができるのは、そういう信者じゃなくて、必ず神の御声だけにアーメンができる。そして、一つある自分の命を信仰によって、最後までちゃんと守れる人になるために、皆さんと私はまず、真理の言葉を正しく悟る必要があります。よアーメンそれで、この通りに守って従う必要があります。 それで、聖霊の数々の声まで聞き分けながら、神の心だけを行わせていただく信仰に立つ必要がありますよ。アメンですか、うん、今は、こういうのがもう明確に目に見えて分かるような時代を今、我々は迎えていますよ。うん、迎えています。もう、イエス様、 じゃなくてもいいと、牧師たちがそういう話がそういう話をする牧師が人気のある時代にもなってきてますよ。イエス様じゃなくても他の宗教にも救いがある。イエス様だけしか救いがないといえば、あちょっと頭に考え方に問題があるのようにクシのように扱われる時代に今なってきてますよ。皆さん、この中で一つしかない皆さんの命守りたいと思うならば、 皆さん、一人一人が真理の言葉を悟る必要がありますよ。で、聖霊の声を聞く必要がありますよ。アーメンですか今はっきり言いますが、神牧師の口から他の宗教にも救いがあるとか、イエス様あのことでもいいとか、こんな話は出る,出ることはありませんが、もし出るとしましたら、皆さんは、ーメンと言ってしたかったためなの。それは誰であろうとも。みんな一緒に拳を握って、

分かりすければサタンの死者たちも神だと認めて救いがあると教えればああ心が広い牧師円満な教えだと今の時代に納得できる説教だと思っているのそういう人々はその罪を徹底的に一つも残さずに食い改めない限りは天に入る道はもうないということを皆さんは信じまして夢の中でも忘れることはありませんように。 主イエスの皆で祝福いたします。アメンですから、新学校4年。ある意味では短いの。ある意味ではある意味では長く感じますが、短い。なんで、皆さんが揺るぎのない真理の言葉と聖霊に導かれる、ちゃんとした霊的な人に生まれ変わる、べき期間だから、ある意味では短いの。3年も6ヶ月も、イエス様に付き添いながら、 イエス様に説教を聞いた弟子たちも、ある瞬間に悪魔の餌食になってイエス様を裏切ったじゃありませんか皆さん、私、4年進学を短いですよ。しかし、正しくすれば進学は終わると、まあ途中ででも、私も進学の途中で用いられたんですよ。進学の途中で伝道師になり、伝道師の時に教会、この教会が作ったの。 問題は、たったの1日でも、たったの1年でも、本気でまともにやる必要があるということあめんですかなんとか4年たってそっち業すればなんとかなるでしょうと、こういういいかげな考え方は投げて、1年を10年のように頑張ってほしいですよ。アーメンあめん。あすごい大事。金を1兆円、うん くららい預かる話だったら俺こんなしなし人の命,自分の命を守って人の命を預からしてもらう話だからこれには卓球があってもならないしたとえああ知らなかったですから間違っちゃったこんなことがあっちゃいけませんよみんな一緒に知らないのは罪だ無知は罪だアか無知は罪なのなんで無知の結果滅びるからよ滅びは罪があって滅びがあるの アメン。うちは罪なの知らなかった弁明になりませんよ。聖書から学ばなくても、宇宙万物の動きを面見てても、神の存在が分かるように神様が用をつくだとあります。聖書まで勉強していながらもそれができないとすれば、もう可能性ありませんよ。ですから、今日からさらに心を入れ替えて、まず自分の命を間違いなく守って天にまで入るために、 正しく、真理の言葉を悟る必要がある。それで、聖霊の声まで聞きながら、身心通りに生きる必要がありますよ。アーメンですかそして、最後に、一発でアーメンができる弟子たちのように、なんで船も置いて、網も置いて、親まで置いて、イエス様の声に従たったの、弟子たちは、これが、通に弟子たちが、他の人より選かった理由は、ここにありますよ。イエス様に呼ばれたら、声かかったら、すべてをさておいて、イエス様の声に従う。 あとから考えます祈ってからやります祈ってが誰に祈るの神の声が聞こえてくるのに誰に祈ってから従うの悪魔に聞いてもるの従ってもいいかと、うん、こんな愚かな信者にならないようにお願いいたしますよ神の声が大体牧師が口を開いて皆さんにこうした方がいいよ,こうした方がいいよという時にはそれは聖霊の声なのなんで 牧師が命から喋るから。それで祈らずに喋っても神が用いるから唇に神の言葉を置くからですよ。しもべはよ。それがしもべと信者の違いなの。ですから、神を信頼せよ。そしてそのしもべを、その預言者を信頼せよと。そうすればあなたが命へ、命へ生きながらやりますよ。栄えますよ、道が。あれルヤや。 2度も3度も同じ声が聞こえてくるときは、何か体がありますから、自分で確かめてでも、そのチャンスを逃すことにならないように。特に、進学生の皆さん、一発で下を進行は自分にあるように、頑張ってくださいよ。あめん。最後は一度しかありませんから誰にでも最後は一度で終わりますよ。今はそういう時代なの。こういう時代の流れを、体で覚えながら進行生活しないといけないし。 まずこういう時代の流れを体で覚えながら多くの人の霊魂を先導しないといけないのがしもべの役目だことをはっきり悟りますようにイエスの皆で祝福いたします。アーメンですか。